おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。かたまチャンネルです。はい、こんにちは。こんにちは。それでよろしくお願いします。お願いします。はい、本日は、3月の20日そうです。はい、春分の日ですね。20日ですか。今日20日ですね。20日です。春分の日です。はい、祝日ですのでね。はい、はい、外がちょっと騒がしい。ちょっとね、賑やかですけど今日は、はいはいはい、お昼もね、はい、しょうがないおやつを混みまくってました。まさかね、店内も隣のテーブルの親子、ほんとにゴミ靴みたいな親子でしたけどね。ね、ちょっと行儀悪かったですね、はい、あれは、うん、まあよくありがちなね、はい、あの靴履いたままね、はいはい、ソファー席に上がってるっていうあの感じですよ。そうです。あれはちょっとねまあ言いませんでしたけどね、うん、ずっと飛んでね、先生の顔見てました、うん、あーそばにが、そうですか、あの女の子がこっち、あ、そうですか、口開けて抜けたあ、ありがとうございます、こんにちは、はい、よかったです、いらっしゃいませ、ありがとうございます。今日はちょっと風がほんと冷たかったですね。またなんか、寒さのあのぶり返しっていうんでしょうか、うん、ね、桜の開花時期も若干遅れるんじゃないかみたいなね。じゃないですか、はい、なんとなくね、めちゃくちゃポカポカでもないですから。そうですね、はいはい、まあ嫌ですね、なんか予定が立たないんでね、うん、はい、まあそれでもまあ今週末ぐらいにね、あのちょろちょろ咲き出せばまだ早いと思うんでね、はいはい、うん、そうですね、うん、はい、まあ期待してますけどね、うん、咲いてくれるかなって来週ぐらいに、はい、まあ、今週末あたりちょっと予定をね、はいはい、そうですね、はい、どうなるか分かると思いますよ、はい、はい、はい、アドさんこんにちは。こんにちは。はい、ゴミクスみたいな親子って中村親子。似てるの。いやいや、もうね、ちょっと行儀の悪いね、はい、子なんですよ。はい、宮野さんこんにちは。こんにちは。うずこれたかな、演習から、カラッカでがひどいです、もう3月。そうなんですね。演習カラッカでちゃうんですね。ね、そうみたいですよ。やっぱ強いんでしょうかね。海風ってことですか。そうですかね、まだわかりませんけど。海風ってことでしょ。そうですね、きっとね、海の、日本、え、日本海じゃないし太平洋側からの風がね、ふわーっと来るんですよね、きっとね、うん、寒そうですね、いろいろね、やっぱ海が近いとね、どうなんでしょうか、うん、と思いますよ、きっと、まあ、あんまり関係ないね、京都なんかはあれですけど、まあ、関係ありますよ、上の方はね、上の方は日本海側から寒いんで、京都の方は完全にね、囲われてます、ね、全くなんもないですから、この代わり、吹き下ろしっちゅう、はいはい、あ、そうです、比叡山からのね、激寒の風がヒューッと吹いてきますけども、うん、あれはちょっとこっちはみぞれが吹いてました。え、あ、そうなんですね、それはあれですね、まあ、どこまあでも4月5月って結構氷が降ったりする時期があるんで、はいはい、危ないですよ、だからなんかこうガタ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 降りますから、一回バイクで走ってる時に、はいはいはい、1センチぐらいの氷がドワーって降った時があって、死にかけました、本当に。痛いですよね。痛いのと、はい、あと音がヘルメットすごいんですよ。なるほど。はい、そうですね、はい。あ、ケン・早川さん、こんにちは。九州の、暴風警報。あー、だ風が強いんですね、どこに。暴風警報出ちゃうと電車止まるでしょ。あ、そうなんですか。はい、なんか暴雨っていうか雨は止まらないんですけど、はい、風って止まるんですよ。もうあんまりあれですか、風が強いとガタガタになるからですか。まあ最悪電車はやっぱり脱線するっていうのもありますから。怖いですね。東海道線とかも普通に止まりますよね。恐ろしいですね、うん、まあちょっと気をつけていただいて、ね、うん、暴風警報ってなると、まあ、20メートル30メートルぐらい風もし吹いた時に、はいはい、人飛ばされるっていうのもありますから、はい、まあまあだいぶ今日は風がきつい日なんですね。そうですね、はい、うん、気をつけていただきたいですね、はい、はい、あ、ガンバルさんもこんにちは。こんにちは、はい、いらっしゃいませ、ありがとうございます。今日は終わりからですね、うん、早めに始めることができました。そうですね、はい、なんか着々と進んでいきましたけど、うん、でもどんくらい話は1時間半にありました。ちょっとね、なんか話し出すとね
親子に関しては話が長くなってしまうんですけどね、こちらも先生ピンクで買う、ありがとうございます、あ、困ります、出て黙るんですよ、やっぱり地元のローカル線は、昔それで脱線した、やっぱあったんですね、そうなんですか、駅舎に家に一つそんなここで私のことになるんですか、これは危ないですね、まあ、あの車両もね、連結が短いやつとかやったらね、はい、スコーンと飛ばされるんですかね、もうあると思います、はい、ヨコさんこんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます、佐々木さんもこんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、はい、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます、でも皆さん早いですね、まあ休日なんかでしょ、そうかそうか、今日お休みですもんね、一般的にはですね、はい、はい、そうじゃないお家もあると思いますけども、お仕事しながらご覧になってる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、はい、はい、じゃあ早速ですが、はい、はい、冒頭の話題の方、はい、いいこと思います、はい、はい、はい、いいですか、はい、お願いします、駅舎に駅一つ怖い、ねえ、めちゃめちゃ怖いですよ、今日風邪、皆さんそうなんですね、やっぱりね、あ、九州やっぱりね、もうそのあたりはビュービュー、はい、吹いた、時飛ばされそうになりました、気をつけてください、もう華奢な方なんかやったらキュッと行っていきますからね、はい、はい、これはですね、こち亀ですね、はい、はい、あのですね、はい、奈良の奈良県警天理署、奈良県警天理署、はい、はい、はい、交番勤務中に、はい、任天堂スイッチで、はい、ゲーム17時間、あ、交番っていうのは、ちっちゃいとこにいる、はい、そうですね、はい、はい、はい、こち亀来ちゃってみて、はい、40代の巡査部長を、はい、注意処分、あ、17時間が何もなかった平和だったってことじゃないですか、実際そうだと思います、あまりにも平和で、することがなかったんですよね、じゃあいいんじゃないですか、2月1日、まあそれはダメ、まあ、2月1日に、はい、この、奈良県警天理署の、はいはい、巡査部長さんですね、はいはい、で、はい、2月1日にあの抜き打ち検査みたいなのがあって、抜き打ち検査、はい、はい、そのサボってねえかと仕事が、はいはい、それはどうやってその抜き打ち検査があってわかるんですか、休憩室に、はい、任天堂スイッチが置いてあったのがバレたそうです、いやでもね、まあ、例えば任天堂スイッチが置いてあったとしても、あ、休憩時間だって、おまわりさんでも休憩時間あるじゃないですか、はい、休憩時間にちょっとやりましたみたいなね、ええ、そういうのダメなんですか、まあ、休憩時間に給与出てますので、はい、はい、仮眠っていうあれではない、まあ、要するに税金で、あの例えばお昼の、あのランチタイム、ランチの12時から次の間にあのランチ15分で済ませました、あと45分間暇なんで、はい、その時だけやってましたって言ったらいいんじゃないですか、それいいのか分かんないですけどね、はいはい、市民感情的にも分かんないですけど、はいはいはい、まあ、この人は、はい、工場で一人で夜勤勤務に当たっていた際に、はい、はいはい、私物の任天堂スイッチで、はい、休憩室のテレビつないで、はい、大体10回ぐらいにわたって、はい、17時間ほど遊んでたってことですね、あ、17時間一気にじゃなくて、はい、17時間は足して17時間、まあ、そうですね、両津の場がどこだ、大原部長ですね、りょうさんも、確か巡査部長そうなんですよね、あ、いくら平和だからって、まあね、いや、そうね、私はほら別に休憩時間にね、うん、別にお散歩行く人もいるじゃないですか、はい、あのサラリーマンとかやったらまあそんな感じで、うん、休憩時間に何しようが知ったことじゃないわって感じなんですけど、一般企業はね、はいはい、それでいいかもしれないですけど、まあ、さすがに公務員ですので、はい、はい、そこどうかなっていうのは、はい、私は、ね、僕はね、例えば消防士さんがね、前やりましたけど、はい、ね、コンビニ寄ってハロハロ買ってたらね、通報されたっていうのがね、ありましたけど、私別にハロハロ買おうがね、エロ本買おうがね、いや僕は全然それいいと思いますよ、買っていただいたっていいですし、その、まあ、巡査部長さんが昼休みに AV 見ようが、はい、ゲームしようがね、これについて今回ついては夜勤の勤務時間中だったってことなんで、まあ、それはダメでしょうよって話、はい、勤務時間に、はい、夜勤中に、うん、じゃあ夜勤の時にエロ動画見るのどうなんですか、ダメでしょ、夜勤で寝られへんな思ってるような夜勤のね、はい、おじさんがちょっとこう見てこう
夜勤ってだから交番で、ね、はい、夜中になんか事件があった時にすぐ出動できるように待機しとくべきあのためのものなんですよ、はい、でもほら今さっきねテレビがあるっておっしゃったじゃないですか、はい、じゃあそのテレビは一体何のためにそのテレビが存在してるんですか、その休憩室。まあ休憩する時でしょ。じゃあテレビは OK、ね、休憩と夜勤って先生違いますからね。じゃあ夜勤は起きっぱなしでしたっけ。当たり前じゃないですか。寝てたらあかんのですね。仮眠は多分別の人がちゃんといる時ですよね、はい。ああ、じゃあ、いない時の話ですね。全く誰もいない。だから、一人で夜勤してるんですよ。一、うん、人で夜勤してるんですか。じゃあ、もう完全起きっぱなしのことですね。奈良県警は、以前、安倍さんの事件で、タイマンや、味噌やらかした実績、ね、そうですね。そうなんですよ。そう、だから、あ、はい、まあ、その、暇すぎるぐらいね、平和なのかちょっとありますけど、うん、まあ、それは安倍ちゃん死ぬはずだ、まあ、まあ、まあ、仕事時間中 でね、やってるのったらダメですね。そうですね。はいはい、もちろん。それ言ってるんですよ。私ほら、膨大な長い時間で。ジュニさん、こんにちは。こんにちは。はい、例えば、うん、寝てる、まあ、寝ますやん。はい。12時から7時ぐらいまで。で、その7時からまた勤務で、うん、ずーっとその日1日夕方までやるって思ってたんですよ。勝手に。はい。ではなくての、本当に夜勤で、じゃあ、次、交代8時ぐらいに来はったら、はい、ほら、これお願いします、言うて、帰って寝るっていう感じですかね。帰ってやればいいですか。帰って寝るんですよ、ね。はい。そういう夜勤ですね、だから。いわゆる看護師さんのような夜勤のことですね。交代制の夜勤だったら、交代制の。はいはいはい。いや、そうやと思わなかったんでね。うん。うん、寝てる間ぐらい何してたっていいやんと思ったんですよ。自分自身の、はい、睡眠時間が短くなるだけで、うん、寝る時間ぐらい別に好きなことしてたらいいんじゃないですかと思ったんですけど、そう、寝るっていうのも、はいはい、次の、ね、仕事に影響があるので、はい、まあ仕事みたいなもんじゃないですか。まあね。そこでちゃんと休んでなかった結果ね、はい、昼はぼーっとしちゃって犯人取り逃すとかってなったら、はい、まあそれダメなことですよ。そうですよ。はい。もっとプロ意識を持って、やりなさいってことですね。まあそうですね。うん、とはいえ、まあ注意で済んでると。まあ、お酒飲んでたっていうよりね、マシなんじゃないかなってことなんですけど。さすがにだ。さ、りょうさん飲んでそう。お酒飲んでる方絶対いらっしゃると思ってますから、勝手に。まあ少なから、何使ってないだけでそういう人はいる。車がない交番は、パトカーが置いてない交番は、そうですね。飲んでらっしゃる方がいらっしゃるに違いないって思ってますよ。はい。昔の仕事の当直の時は、ガンプラ作ってましたけど、はいはい、そう、りょうさんじゃないですか、まさに。だからね、そういう風な最初の中で作ってそういうぐらいのことしてたっていいじゃないって思っちゃう感じなんですけどね。そうね、こっちから基準で考えると何やってもいいじゃないと逆に思っちゃうんですけど ね、 そうですね。なんか、なんて言うんですか、下町のね、そうそう、それでこう自転車がわーって隣に行って、近所のおじさんに、元気とか言うて。自分中にパチンコやってるみたいな。そういう感じのね、ノリで OK なんじゃないのって思っちゃったんですけど、そうそう一瞬ね。そうそうそう。そう、まあそういうことですね。この絵を見て、思っちゃうと。そうそう、うん、そうですね。役に。そうです。はいはいはい。まさにこんなやつだったんだろう。なんか日本史のワンカップ王子とかね。40代で重症症状で、交番勤務ってなると、これしかいねえじゃねえかって。はい。まあ、ね、そう。私だったらやらないです。てかまあ、もともとゲームやらないですけど、巡査部長やったら、ちゃんとね、犯人を取り逃さないように、なんかないところに事件作りに来そうですよ。体力を温存しておきますよ。走り回れるようにね、筋トレぐらいしてますよ、きっと。昔のリオさん、街を破壊してるんだそうです。昔っちゅうか、ずっとそうでした。皆さんどうですかね、まあ、僕はね、スパコン作ってる会社に、はいはい、まあ、6年ぐらい勤務してたんですが、はいはい、その時はね、はい、僕がいた部署なんかは、はい、あれでしたね、昼休みにやっぱり任天堂 DS とか持ち込んでて、みんな、あれやってました、動物の森とかやってましたよ。うん、じゃだからね、うん、ほら、別に、まあ、スマホなんか今、全然ある、皆さんね、自分の、そうそう、ソシャゲね、ゲームとか、あと、動画とかね、うんうん、それこそそんなん夜勤なんかやったら絶対にエロ動画とか見てる人いると思うんですよ。まあ夜勤あるかもしれない。そうなんです。それも調べられちゃうってことですか。お前貸してみはよスマホ言うて、これ何やこれ言うて、会社の Wi-Fi とか使ってるとログが取られてるんでバレます。あ、ほなそれ
見てたら言われる。すぐバレます。はいはい。だから2ちゃんなんかは、はい、あの会社のワン、はい、ランじゃなくてワンって言うんですけど、はい、あのグループ会社とか、はい、その世界のその全部そのだけで、はい、ローカルで繋がってる、はい、ネットワークがあるんですけども、はい、あのそっからあの2ちゃんはあれでしたもん、はい、あのシャットアウトされてましたから。あ、そうですか。じゃあもうバレますね。そうそうそう、ログが取られてますし、はい、それこそそのエロ動画が見てる人なんかそっと壊れて注意されますよ。昔介護士をしていた時、夜勤やってました。うん、その時は休憩中普通に寝てました。まあそらそうでしょ。まあまあそうですね。ていうかもうしんどすぎて、寝るのも仕事ですか、寝てもじゃないけどね、起きてられないような気がします、うんうん、私なんかも、はい、はい、まあ、先生はねすぐコロッて寝てしまう人なんですけど、あのね、はい、横になるだけでもやっぱり全然違いますので、はい、仮に寝られなくても横になった方が本当はいいです、うんうん、そうですね、心臓やすね。あ、カイトさんこんにちは。こんにちは。そうですね、そう思いますよ、うんうん、皆さんもなんか勤務中にこれは本当はダメなんだけどやっちゃってることとかあったら ね教えてほしいですね。勤務中にやっちゃってることってあるんですかね。まあスマホのゲームとかやってる人はいるかもしれないですけど、まあまあ、そんなん可愛いもんですよね、しかし、うん、漫画読んでる。若い時、徹夜で校庭の時は漫画読んでました。まあ、いいんじゃないか、漫画ぐらい、漫画用意してる職場とかありそうですし、漫画なんかいくらで読んだらいいと思いますけどね。僕のいたところはね、はい、あのまあ、プログラムとかパソコンずっと使って、はい、やる仕事でしたので、はい、あのパソコンに普通に音楽 CD 入れて、はい、ヘッドホンつけてね仕事してました。全然普通にそれできるとこだったんで、うん、別におやつ食べてもいいんですもんね。もちろんいいですね。タバコ休憩だって何回だって言っていいですか。まあでもこのねゲームは一応おまわりさんですから。そうですね、 ダメよってことですね、うん、はい。まあ、しかもその夜勤の勤務中だったり、ゲームに夢中になるあまりね、はい、なんかその電話取らなかったり、それはやってくださいそういうのもあった可能性がある。うん、夜勤のない仕事でしたら繁忙期じゃない時はイラスト描いてました。コミケ、あ、なるほど。あ、コミケでイラスト描いてるんですね。先生のファンアートとか描いてくださいよ。自分は夜勤中ガンプラの塗装してました。いいですね。まさに両手ですね。病院勤務の知り合いは、パソコンでゲームをやってて未確認アクセスの、事例と通達があったのをきっかけにネトゲを、やめました。やめてました。まあまあそういうのはねバレちゃうってことですね。うん、自営なるネットサーフィンは日常茶飯事ですね。ただ最近は忙しすぎて。まあね、僕もね、まあ、自営業というかね、はい、まあ、デザイン事務所やってるんですが、はい、まああれですね、はい、忙しかろうが暇だろうが、はい、なんかちょっとね気になったことを調べ出しちゃうと、はい、ずっとそっちに時間取られるっていうのがあるんで。あ、そうなんですね。まあね、そういうもんなんじゃないですか、うんうん、大体、うん、まあ怒られない範囲でやっていきましょうってと思うんです。そうですね。ただその間に、うん、お給料がね、うん、発生してるとね、発生してる、あの自営の方なんかは別に、うん、自分のことで言ったらいいと思うんですけど、そうそうそう、お給料が発生してるんだったらやめた方がいいですね、うん、まあ、そうですね、はいはい、ってことでした。はい、はい、天理警察署でしたね。天理警察署です。はいはい、はいはい、そしてはい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。